はい、本日はですね、僕が持ってるダウンジャケットを全て着用していきたいなというふうに思います。ということで、なんでお前はこんな企画いきなり始めたんかというとですね、僕よくダウンジャケットとかレビューしてるんですけども、ダウンおじさんと自分のことを名乗ってるんですね。ダウンの収集癖があるという、ちょっと変わったね、癖のあるおじさんが、ダウンジャケットああでもないこうでもないということで YouTube でね、常々発信させていただいてはいてるんですけども、じゃあちょっと待てよと、いっぱいあるのはわかんねんけども、僕自身も何着あるかわからへんし、ともすればなんか色違い買ってしまいそうやなということでね、ここらでちょっと何を持ってて何を持ってないのかっていうのをね、皆さんに見ていただいて、これとこれあるんやとちょっと比較にしてみたら面白いんちゃうかとかね、あ、これとこれやったらこうやってみたらおもろいんちゃうかっていう案をぜひいただきたいなということで、本日の流れとしてはですね、とにかく一着一着着ていきます。で、サイズとかもちゃんと言いますので、どこどこアイテムの何サイズを着てますということでずらーっとお話していきますが、ここにおそらく今出てると思います、何点アイテムがあるって出てると思うんですけど、僕は現時点では知りません。何点アイテムがあるかわからないので、この動画を通じていろいろね知っていきたいななんていうふうに思いますので、では早速ね、こんなくっちゃべってやんとどんどん着ていかんとね、時間がありますので着ていきましょう。まずこちらズドーンということで、こちらはね、黒のなんかシンプルなダウンジャケットかなと思いきや、実はこれノースフェイスなんですね。で、ノースフェイスで、正式名称は全く覚えておりません。なんていう文字から始まったかも覚えてないんやけども、とにかく僕はオグリダウンと呼んでるんですね。なんでかなというと、これオグリシュンさんがドラマのところでね、着用されてたということで、日本沈没というドラマでね着用されてたらしいです。なのでね、慌てて購入してレビューしたということなんですが、この時レビューの時も言ったんですけども、身長が僕178センチ、体重は70キロと最近太り気味でもございます。もしかしたら71になってるかもしれませんけども、そんな状態の僕がですね、 M サイズで着てると、少し小さいかなという印象があります。っていうのもね、こうちょっと手を前に伸ばすともう足りておりません。残念ながらもう手は袖が足りてないよという状態になりますので、だいたい僕ぐらいの身長の方であれば L サイズがいいと思うんですが、おそらくこれも完売してると思います。めちゃくちゃ人気だったんで、僕も L がほんまいいって分かってるんですけど、 L が買えなかったっていうぐらい人気だったんで、こちらをね M サイズ購入させていただきましたというのがオグリシュンジャケットですね。そして次行きましょう。こちら変わり種でございます。こちらはですね、見かけのない方もいらっしゃるかもしれませんが、ダイワという釣りメーカーが出してるダウンジャケットでございます。ちなみにこれが、初年度モデルの2020年モデルになってるんですが、これも即完売したという人気モデルになっておりますので、覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらはですね、日本サイズの M サイズを購入させていただいたんですけども、少しちょっと大きめです。だからこうダボーと着る感じっていうんですかね。これいいな。なんかまた着ようかな。これもね、最近全然着てなかったんですけど、あったかいし、いいですね。なんか12月着たいものでね、東京行くときはね、アークテリクスのダウンジャケット着ようかなとか言ったけど、こっちでもいいかもしれないですね。すいません、こういうのもね、動画撮りながら気づいていくっていうスタイルなんですけども、これ M サイズです。だから M で全然ちょうどいいですね。L やったら多分デカすぎたと思うので、M サイズが、ちょうどいいです。今年もね、おそらく出てるんかもしれないんですが、同じモデルはね、出てないかも。ちょっとモデルが変わってるかもしれませんけど、こんな感じで、こちらダイワのダウンジャケット、唯一ダイワ1点だけこちらです。そして次行きましょう。こちらがカナダグース。このワッペンは皆さん見たことありますよね。このワッペン知らんっていう方はいらっしゃらないとは思うんですけども、カナダグースということで、どこの国で作ってるかっていう、こんなもんは謎々にせんと皆さんわかりますよね。そう、カナダということなんですが、やっぱりカナダってね、寒い国なんじゃないですか。行ったことないか知らんけどね。多分寒いと思うんですよ。だからそういうところでちゃんとメイドインカナダでね、全部作られてるという、こだわりにこだわったブランドさんなんですけど、いかんせん裏の話するとマージンが高い。もうマージンが高いよ、いうことでね、セレクトショップで働いてはる方はご存知かなと思うんですけども、こういう感じのスタイルです。最近あんまりこういうファーのね、ダウンジャケットって見なくはなりましたけども、やっぱあったかいですね。めちゃくちゃあったかい。これ一回着てバイク乗ってみようかなと思えるぐらいあったかいですね。あ、いいね。これサイズがね、ちなみに、L サイズを着用してました。おそらくモデルはシャトーというモデルやったと思います。ジャスパーではなくシャトー。海外用のね、モデルかなとは思うんですけども、袖とかがね、僕ちょっと海外用の方がね、合うんですよ。だから L サイズを着用しておりますが、非常に暖かいですね。バイクもほんまに多分これ無敵やろうな。というのが、3着目のこちらカナダグースでございました。では次に4着目です。こちらズドーン。ナンガというダウンジャケットになってます。ナンガもね、ご存知の方多いかなと思うんですけども、日本のね、ダウンのメーカーで、その多くがね、日本で作られてるという、滋賀のね、ブランドさんっていうか会社さんなんですけども、これはそのナンガの中でも最近比較的出たんかな。去年2020年に出たばっかりのね、モデルなんですけども、オーロラライトジャケット、ララが2回あるんよと。ちょっと言いづらいんですけどもね、皆さん覚えてください。オーロラライトジャケット。ここで区切ると言いやすいですね。続けて言うとオーロラライトジャケットってちょっと言いづらいんですけども、そんなダウンジャケットということになっております。では次に行きたいなと思います。次もこちらもね、ナンガのダウンジャケットです。ちなみにさっきのダウンジャケットは M サイズなんですけども、こっちのね、一番ベーシックな定番モデルのオーロラジャケットっていうのはね、こちら L サイズで着用してます。だから同じブランドやねんけども、やっぱり規格によって若干違うんで、こっちは L でいいんやけども、さっきのはね、M サイズで着用ということで、今着てるやつよりもね、さっきのやつのがね、ボリュームがあったりとか、ちょっとそもそも規格が違うかったりとかっていうことでね、サイズがちょっとこっちの方が小さめで買った方がいいかもしれないですね。で、僕
が今着てるやつ、定番のオーラダウンジャケットっていう、これは 44,000円の方は、まあ、普段着てはるサイズでね、僕も L なんですけども、こちらも L サイズで購入してジャストサイズでしたという流れです。では次ズドーンということで、こちらがですね、水沢ダウンというダウンジャケットなんですけど、その中でも今年出たモデルですね、2021年出たモデルのゴアテックスバージョンということで、どっかにゴアテックスというロゴが入ってたとは思うんですけども、どこに行ったんや、あったあったあった、こういう感じでね、ゴアテックスっていうロゴが入ってるんですけど、これも着ていきましょう。はい、ズドーンということで、こちらがですね、サイズはそう XL なんですよね。これちょっとサイズ XL でちょっと大きかったんですよ。だから本来やったら L サイズの方がいいんやろうなと思ったりするんですけども、サイズは XL です。見た感じはね、XL で全然いいやんって思うじゃないですか。だけどね、やっぱ隙間がある、この下の方からね、隙間があるから結構ここから風入ってくるんですよね。だからまあサイズ的にはおそらく L やったやろうなっていうようなダウンジャケット。そして次が同じく水沢ダウンですね。でこれに関してはマウンテニアやったかな、なんかちょっと忘れたけど、そういう結構ベーシックなモデルの方の一番ハイエンドタイプですね。なんか水沢ダウンもね、なんかいろいろあるんですよ。でその中でも、まあ、毎年出てるアイテムやねんけども、ベンチレーションとかがあって、一番ハイスペックモデルでね、これは、昨年購入したモデルです。これ今回は L です。だから L サイズが僕多分適正ですね。ほんまにジャストやし、こう腰のところからね、風が入ってくるような感じもあんまりないんですよ。だからこれぐらいやったらね、ああちょうどいいサイズやなと思うけども、さっきぐらいでちょっと大きいかもしれないですね。まあ、よく僕はね、スーツとかで合わせはるんやったらこれいいんちゃいますってよく言ったりはするんですけども、まあ、最近ね、これだけじゃなくて他にもいいやつがスーツで回せるようなやつあったんで、まあ、それもね、おいおいおい喋っていくんですけども、こちら水沢ダウンですね。これは L サイズ。そして次がズドン。こちらノースフェイスであまり見かけないかもしれないですけど、アコンカグアジャケットと言ってね、一応ロゴはここにあるんですけど、ノースフェイスといえば基本的に白のロゴじゃないですか。やけどこれのアコンカグアに関しては同色なんですよね。だからネイビーやったネイビーやし、ブラックやったブラックやったような気がします。でこれ何のジャケットというと、まあダウンジャケットとしてはもちろん着れるんですけども、こういったねノースフェイスお得意のマウンテンパーカーとひっつける用のねダウンジャケットとして作られてるので、寒い時はねこれをガッチャンコしてつけてるし、暑くなってきた春先とかやったらね、このダウンを取っちゃってこれだけにするってこともできたりするんですけど、まあもちろんこれ1枚でも着れるっていうようなアコンカグアジャケットですね。でもう今それ何点目か忘れたけども、なそれがダウンですね。そして次がこちらズドーンということで、モンベルの、イグニスダウンパーカーということで、唯一このダウンジャケットだけが1000フィルパーもあります。なんとも一番この中に入ってる綿の量じゃなくて綿の質ね、綿の質は一番いい。これがこんだけダウンジャケットずらっと並んであるけども、もうナンバーワンにしてオンリーワンのダウンジャケットなんですけど、こちらがですねサイズが L サイズで着用しております。まあモンベルはね基本僕全部 L なんですよ。で L でちょうどいい、あのちっちゃくもないし、むしろちょっとだけ大きいかなぐらいけども、 M やとねあの袖足りんくなるから、この L サイズがいい感じですね。でモンベルはねよく皆さん言うけども、やっぱ色がちょっとダサいという意見もありますよね。まあそれは別にまあ人それぞれやねんけども、まあ黒買っときゃ間違いないんよっていう意見もあって、まあまあその通りやなと思いますけども、それのブラックですね、イグニスダウン。そして次がこちらズドーンということで、ヌプシのベストバージョンなんですね。これヌプシダウンのあのヌプシジャケットのベストバージョンということで、しかもなんやったらもう一個ひねりがあって、これ海外モデルなんですよ。で一回ネットでポチってみようと思ってね、楽天でポチったんですけども、残念ながらサイズがでかいのと、これちゃんちゃんこみたいになってるやないかい、もうどないかしてくれませんかって思ったりはするんやけども、もう一個サイズがちっちゃかったんやけども、これは海外サイズの L で購入します。だからやっぱでかいですね。あのワンサイズやっぱ下にしとかんと、ヌプシのね長袖も買い張る方もいらっしゃると思うんですけど、まあ普段着ているのが L やったらやっぱ一個下げて M ぐらいにねしとくのが一番いいと思いますが、ベストですらねこんだけ着られてる感あるから、まあ長袖とかにしたらねあかんかったやろうけども、それがこちらの海外のヌプシですね。そして次がですねこちらドン、ヒマラヤンパーカー。パッと見一瞬バルドロに見えますね。バルドロじゃないの、あよく見たらなんか違うねと、これ肩のところになんか入ってない、あノースフェイス、ノースフェイス、そしてこっちもノースフェイス、こんなロゴいっぱいつけていただけるのありがたいですねなんて言ったりするんですけど、まあ、これをねベースに後々バルトロが作られたというぐらい、まあ、これがねバルトロのあのベースにもなったモデルなんですけども、こちらサミットシリーズって言って、その登山の時のめちゃくちゃ頂上とかで寒いじゃないですか、登山の上の方ってね、その時に着るようとして作られているので、まあ、とにかく軽いんですよ。で軽くて暖かくなって、なおかつコンパクトにもなるという、まあ、登山向きに特化してるんですけど、そんなねダウンジャケットです。ちなみにこれは M サイズです。ノースフェイスの中でも比較的やっぱ大きめですね、これはね。ゾーンと、まあこんな感じでね、もうボーンってでかいですよね。ここまで綿入っとったらね、それはまあ雪山でも安心できるやろうけども、逆に次動きづらい、もう手とかもねこれ以上下にあったらもう綿と綿でポン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 跳ねる感じ、トランポリンみたいになってるから、ちょっとこう電車とか乗ったりしたらもう隣の人めちゃくちゃ嫌がりますよね。なんやこのダウンのなんかモコモコ人間は、でもあすいませんって言って座らせてくださいって、こうケツからキュッキュッキュッって入っていくような感じになるじゃないですか。だからあんま街向きではないですけどね、まあこれがヒマラヤンパーカーで、サイズは
はちょっとワンサイズ小さめがねいいかなと思います。そして次がこちらズドーンということでナンガのインナーダウンです。さっきナンガもねチラチラって出てきたんやけども、それのインナーバウンバージョン、インナーバウンバージョンってここにナンガって入ってますけどね、まあ、着ていきましょう。こちらサイズは L サイズですね。まあインナーダウンやからね、こうこの上からまたさらに羽織ったりもできるんですけど、まあ、もちろんこれ1着だけでもね、まあ部屋とかやっていけるんかな、部屋とかまあそんな寒くないとこやっていけるかもしれんけど、まあまあ言うたってインナーダウンですわ。でね次がねバルトロ出ましたよ。さっきのヒマラヤに似てますよね。けどやっぱりちょっとちっちゃいですね。ワンサイズギュッてちっちゃくなってて、同じサイズなんですよ。同じ M サイズやけども、やっぱりヒマラヤの方がねこうボリューミーな感じで、バルトロの方がちょっとちっちゃいかなという印象があるんですけど、こちらバルトロライトジャケット、もう今となってはめちゃくちゃ人気ですよね。僕が買った時なんかはねもう全然店頭に普通にあったんですよ。2017年やったかな、だから全然普通に買えたんですけど、まあ最近もねそんな人気なくなってきたっていうか、もう皆さんもう購入しちゃったから結構店頭でもあったりするんですけど、まあこれがバルトロの M サイズですね。そして次がですね唯一のパタゴニア、パタゴニアはなかなかフリースでしか出てこへんねんけども、まあ、これがねナノパフです。それこそ登山の方とかはね結構好きな方多いかもしれないんですけども、僕結構ねパタゴニアはねあんまりダウン系好きじゃないんですよ。やっぱりね皆さんそれぞれブランドってね得意分野あるじゃないですか。でパタゴニアってやっぱフリースがめっちゃ強いなと思うし、で逆にノースウェスとかねマウンテンパーカー系強いなと思うから、ノースのフリースも僕あんま好きじゃないんですけど、まあ、それぞれ強いところはねいいかなと思いますが、まあ、パタゴニアの方はねこんな感じです。まあナノパフはね確かこれは化繊やった、そうやね化繊やから取り扱いも楽なんでね、洗濯機ぶち込んだりとかもね僕やったら多分すると思うんですけども、ダウンほど の取り扱いの難しさはないので、まあ、パタゴニアでねどうしても欲しいっていう方なんかはねこのナノパフいいんかなと思います。もうこのあっさりしてるでしょ、あんまり興味ないときはあっさりしますよ。で次がですねこちらモンベル、モンベルのスペリオダウン、これ結構見たことがある方多いんちゃいます。あんま年齢問わずね着てはるイメージやから、結構パッて街中でも見るんやけど、おばちゃんとかでも着てはるからね、結構比較的値段もね手頃やし、でなおかつねちゃんとしたアウトドアブランドが作ってるってことなんで、これは人気ですよね。毎年毎年よくなんかセレクトショップとコラボしたりしてるけど、まあそれはね別にまあ好きやったら買ったらいいけども、まあまあまあ普通の方でもええんちゃうかなって感じですね。ちなみに今のが L サイズですね、モンベルの L サイズ。モンベルは全部 L やから。でパタゴニア何やったかな、サイズパタゴニアも M か、 M で来てました。そして次がですねこちらズドン、アークテリクスのアトムエアールフーディ、まあちょっと続きましたよね。インナーダウンっぽいやつがパタゴニア、モンベルって続いて、次はアークテリクスでございます。まあこのアトムエアールフーディはね、なんか名前こそね変な名前ついてるけども、もっと改名したらねめちゃくちゃ飛ぶように売れるんちゃうかなと思うんやけども、なんか変なアークテリクスはいつも名前ついてるからね覚えにくいんやけども、まあその中でもめちゃくちゃこうおすすめしたいアイテムトップ5ぐらいに入ってくるんだね。いい品質のねジャケットかなと思います。そして次がゾーン、こちらもまたベスト系になっておりますが、ここにあるのと一緒だからね、まあまあ後で言うのは言うんやけども、キャンプインサレーションベストっていうね、まあ、これもベストなんですけども、だいたいこれもよくセールかかってるかな。でこのダウンジャケットの方もね長袖の方もようセールかかってるんですけども、中綿がねダウンじゃないんでこれも取り扱いしやすいんですよ。ちょっとまあ洗おうかなとかも全然できるし、わざわざクリーニング出さんでもねいいっていうところがねまあ良かったりするんですけども、これがベストですね。ほいでその次がですねこちらズドン、またアークテリクス、あれ同じやつ出しないって思われるかもしれないですけど、さっきのはこれですからね、これアトムちゃんですね、これカッパちゃんなんですけど、もうカッパちゃんはね廃盤商品になっちゃったから、そんなまあまあ細かく言わんでいいかなとは思うんですけど、せっかくね比較用に購入して去年レビューしたんやけども、もう今年から廃盤になっちゃってました。でこれもね M で着てます。まあ気になる方はレビュー動画見てください。でその次がこれビレイヤですね、ノースフェイスのビレイヤパーカーというダウンジャケットで、これはねもうバルトロとほぼ変わらないんですよ。だから女子はねどっちかってバルトロ買うよりビレイヤ買った方がいいんちゃうかなっていうような印象のジャケットなんですけど、ちょっとまあ綺麗な感じするでしょ。バルトロとかやったらもうちょっとこうなんか山っぽさ出てくるけど、まあ、ちょっと結構スタイリッシュな感じやなーっていうイメージやし、まあここにワンポイントだけねロゴがあるんですけど、こういったダウンジャケットですね、これビレイヤパーカーというやつです。ちょっと疲れてきたから一瞬休憩してきます。はいはい、休憩してきましたよ。じゃあ元気でいたんで後半行きたいなと思います。では行きましょう。こちらね、キャンプシラショートということで、実はノースフェイスのダウンジャケットの名作というか昔からのってこれなんですよ。だからバルトロとかマウンテンなどがいろいろあんねんけど、それよりも一番最初って言ったら名作ってこれなんですよね。ただ今となっても形変わってますよ。ちょっと形変わったり生地変わったり中綿変わったりしてるんやけども、一応最初に発売された時から名前も変わらずね出し続けられてるっていうのがこちらのダウンジャケットなんですけど、まあ、別名この色はキムタクジャケットとは言うんですけども、木村拓哉さんが着てたヒーローのねあれはエイプのダウンジャケットだけども、まあ、あれを彷彿させるような色味をね展開されてるということで、こちらキャンプシラショートになっております。これがさっき言ったみたいにセールによくかかってたりするので、まあ、年明けぐらいかな狙い目になってくるんじゃないかなというところです。では次に行きたいなと思います。次はですねこちらのナンガのホワイトレーベルというダウンジャケットなんですけども、これに関しては実は北
北海道のめちゃくちゃ寒いところマイナス40度まで行ったところっていうのがあるんですけど、そこで作られたダウンジャケットなんですよ。だから日本で最も寒いところでも着用できるようにということで開発されて作られてるダウンジャケットなんで、見た目は全然なんともないんやけども、ちょっと派手なオレンジのダウンかなぐらいな感じやねんけども、それ以上にもう中の綿とかもねめちゃくちゃこだわってね作られてるというダウンジャケットです。でそれがねナンガっていうブランド、さっきもなんか何回か出てるけどナンガっていうブランドと北海道のめっちゃ寒いところのセレクトショップがね、まあ、コラボしたというダウンジャケットなんですけども、これはね買う価値めちゃくちゃあると思いますね。まあ他がないっていうわけじゃないんやけども、特に寒がりの人なんかはねあったら毎日使えるやろなと思うし、汚れとかあんま気にせんとねガシガシ切れるんで、まあ、カジュアルに着たい方はねいいんかなというところです。では次に行きましょう。次こちらがズドンということで、アークテリクスのサーミパーカーというダウンジャケットです。アークテリクスっぽくないというか、アークテリクスのマークがねここにあるんですよ。この骸骨みたいなやつね、鳥のやつかな、なんか忘れたけど、ここのマークに1個あるんやけども、あくまでもこのアークテリクスがあの24時間着れるようにということで開発してるので、めちゃくちゃシンプルな構造で大人の男性がね着るような感じの作りとなってるダウンジャケットですね。そしてそして次がバルトロライトジャケットなんですが、あれ見たことない色味やなっていう感じだと思うんですけど、これはねあのオーダーできるシステムがあるんですよ。でカラーとかもね自分の好きなカラーに配色変えたりとかできるんですけど、それで作ったバルトロになってます。まあ、さっき見てもらった真っ黒のやつとはねサイズが若干違うんですよ。これは L サイズを着用してますので、ワンサイズちょっと大きいんですけど、僕でもねちょっと袖がね若干余ってるかなっていうような印象ですけど、自分で言うなんてことですけどね、すいません。あのこれがバルトロライトジャケットです。で次がですね、こちらがヌプシジャケットですね。さっき見てもらったのがヌプシの海外モデルやから、これはあのアメリカモデルですよ。これアメリカモデルなんやけども、こっちの方は日本モデルのヌプシジャケットです。でややこしいがね、これ海外がいっぱいあるんよ。アメリカがあったり韓国があったりとか、なんかイギリスがあったりとか、なんかそのいっぱいあるからね、何が何かよくわからないけど、とにかくこれは日本です。で日本の2020年バージョンやからね、このカモフラ柄ってもうないんですよ。今ちょっともうちょっと派手な色になってるのかな。でこれだけ唯一ノースレスの中で XL を着用してます。他は全部 L とか M やねんけども、これだけ XL ですね。もうだいぶちょっとねあのほんま洗わなあかんって、この間さっきも言ったけども、まあ洗わなあかんですね。そして次がですね、こちらマウンテンダウンジャケットということで、これもよく街中では見ますけどもね、まあ、近年のノースフェイスの火付け役となったのがこのマウンテンダウンと、さっき見てもらったバルトロ、この2つがね2大巨頭となってね、ノースフェイスの火付け役になったんちゃうかなって僕は思ってるんですけど、まあそんなダウンジャケットですね。これはね M サイズです。マウンテンダウンは M サイズを着用してます。まあ、サイズ的にもちょうどですねいい感じですけど、あそれとですね最後3点だけおまけがあります。これは、ユニクロの、コラボのやつ、そしてこれもユニクロのコラボのやつ、そしてユニクロのシームレスパーカーという、シームレスダウンというのと、あともう一個なんかユニクロのあったかそうなダウン、これ比較用に買ったんですけどもね。はい、ということになっておりました。あもう全部着させてもらったんで皆さんありがとうございました。まあちょっと今僕何着か分かってないんですけども、おそらくテロップでね下に出てると思うので、近々ですねこの中から激戦のダウンジャケット、僕これめっちゃいいと思ってるんですよっていうのをね作ろうと思ってますし、なんやったらコスパのいいダウンジャケット、この今まで着てた中でいろいろ払ったお金とか払った中で、あこれ多分コスパめっちゃいいですよねとか、これ使い勝手いいですよなんていうお話をね近々したいなと思っておりますので、また楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、自分の持ってるダウンジャケットを全て着用してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。